Salut les amis. Alors bienvenue dans cet épisode 8 du Let's Play sur Shadowbringer. Dans cet épisode, quelques petites surprises, dont l'apparition d'un dragon qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Et j'avoue que ça fait plaisir, en espérant qu'il soit un peu plus présent dans le jeu qu'il ne l'avait été dans l'extension précédente de Stormblood. Pour l'histoire aussi, je pense qu'une petite guerre se prépare. Vu la fin du Let's Play, à mon avis, c'était un peu tendu et je pense qu'on se dirige vers une petite guerre quand même. Je vais donc vous laisser profiter de la vidéo. Vous souhaitez une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous la regardez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.
今度はお前たちが闇の戦士か。皮肉なもんだな。先に宣言はしておいたからな。コルシア島やアムアレンデのことも。あの白い双子、確か原初世界で俺と戦った時にもいたな。あいつらとはもう組んで長いのか。そう、だとしたらしっかり守っておくんだな。誰かを救おうと突き進むほど自分にとって大事な何かを失うものだ。お前だって散々そういう経験をしただろう。今回は何を救って何を失うやらだ。俺はいつ嘆くことすら諦めたんだっけな。さまよいながらうんざりしたんだ。仲間を失うのも、あいつらが最後に残した思いさえ、悪と踏みにじられるのも。これが本当の夜空。会いに行かなくちゃ。そうすればきっと。緊急配備！侵入者を探せ！チッ！邪魔だ！そこまでだ。その者は我が同志。帝国の兵ではない。なぜ我らの潜入がけどられたのかと思ったが、まさか他に侵入者がいたとはな。その鎧と槍さ。なるほど、大層な情報通だ。元軍団長ともなればどこにでもつてがあるらしい。そうだろう。おお、それを知るとなるとやはり暁と通じているか。こちらが望んだわけじゃないよな。居場所をつかまれて事情を押し付けられたのさ。あの受付嬢、どこかのスパイでもやっていたのか。クルルとかいう女もどうして一度や二度見ただけで俺のエーテルを追跡できる。ふん、外の者を頼っているのはあの少年らが未だ目覚めていない証。
かの英雄はどうしている？さてね、出張中だそうだ。それで俺が帝国の新兵器潰しに駆り出されているってわけさ。新兵器、黒バラのことであれば我らの同志が今しがた破棄に成功したところだ。ただしここも精製工場の一つに過ぎぬ。こたびは随分と警戒して以前よりも多くの場所で増産を進めているらしい。どしがたいことだ。あのような死の兵器でもたらす勝利に一体どれほどの価値がある。実際どんな兵器なんだ、その黒。その聞きようから毒と呼んでいるが、あれの本質は魔法に近い。あらゆる生物が有する生命エネルギー、エーテル。黒バラはその循環を強制的に停止させるのだ。ごく少量でも吸い込めば体の活動が停滞、毒に侵されたかのように汚れを溜め込み死に至る。都市に散布すれば一切の破壊を経ることなく住人の全てを抹殺できよう。まだ見つからないのか。応援を呼べ、今すぐに。話す時間はもうなさそうだ。竜騎士エスティニアンよ、これもまたあの少年が導いた絵西として一度だけ尊しよう。我らは共に真実を追い求める身、しばし手を組まぬか。俺と組んで祖国に殴り込みでもかける気か。何でもアシエンに作られた国だったと皇帝陛下御自らのたまったらしいじゃないか。その件については我も聞き及んでいる。開戦前の会談場でヴァリス陛下がそうおっしゃったとな。故にこそ全ての真相を知るために赴かねばならんのだ。帝都ガレマルド魔道場へ。いいところに来てくれた。街で噂を聞いたかもしれないが、厄介。レイクランドの落山城だ。先ほどここに
ユールモア軍の飛空艇が飛来した。彼らの目的は大罪悔討伐についての事情聴取らしい。間もなく。これだけさっぱり空から光が払われてちゃ、大罪悔を倒したってことを隠すのは無理ね。ああ、だから遅かれ早かれとは思っていたのだが。水晶校、ユールモア軍からの使者をお連れしました。ああ、少し待ってくれ。みんなこちらへ。切り札はできるだけ隠しておくものだ。た、バニッシュ。入ってくれ。驚いた。まさかユールモア軍の大将軍ランジート殿自らおいでとは。答えよ。大罪悔を殺したのはこの町の者か。いささか請求だな。なぜそれを問うのかくらい聞かせてはもらえないか。我が主ドンバウスリーは案じておられるのだ。知恵なき者の衝動的な戦いによって人と罪悔の関係が悪化することを。故に貴公の町が大罪悔を打った逆賊に組みしているのであれば、進軍も致し方なし。そう命じられている。そういうことであればこちらも率直に答えねばならないな。大罪悔を打った者との関係はともかくとして、私たちは取り戻した美しい空を歓迎している。もしお前たちがそれを許さぬというのなら進軍するがいい。ただし罪なきクリスタリウムの民が全て打ち果たされたとて、動き出した時代が止まりはしないだろう。愚かな。罪悔をいくら討伐したとて争いは永劫にやまぬ。この世界はもはやムクロも同然よ。我が主のもと平和と喜びのうちに生を全うすることこそ唯一の安らぎに他ならぬ。しかし貴公の主張は承知した。
ひとまずは我が主に伝えるとしよう。貴公も町の隅々まで伝えておくがいい。投降を望む者あらば急がれたしとな。それと最近この町に若き男の画家とその助手が来らんだか。さて、心当たりはないが。もし流れ着いてきたならば引き渡せ。我が主が再会を熱望しておるでな。ねえ、私たちの姿ちゃんと消えてたわよね。あいつ最後にこっちを睨まなかった？残念ながら気のせいではないだろうな。ユールモアは今でこそ罪食いとの融和政策を取っているが、バウスリーが元首になる前はむしろ罪食い討伐の先陣を切っていたんだ。ランジート将軍はその時代から最強と謳われたユールモア軍を仕切ってきた武人だ。何か勘が働いたのかもしれない。そんな人物が派兵されてくるということは、進軍の件も単なる脅しとは言い切れないか。水晶公、私たちの補佐をしてくれるのはありがたいが、クリスタリウムの民を巻き込むようなことは。お心遣い深く感謝する。だがそれについては私に一任してほしい。かねてより全土を支配せんとしているユールモアのこと、今闇の戦士を突き出したところでいくらでも理由をつけてこの町を抑えに来るだろう。それが分からぬクリスタリウムの民ではないよ。彼らはいかなる苦境においても誇りを持って生きてきた。こたびも選ぶべきを選ぶだろう。むしろユールモア軍の力とバウスリーの性格を思えば、この場で進軍を宣言されてもおかしくなかったが。あちらもしばし時間を稼ぎたかったのかもしれません。落山城の監視をしていた者から報告がありました。ユールモア軍は到着後周辺を巡回、その際にある人物を捕らえたようです。その人物こそミンフィリア、ユールモアから脱走した光の巫女ではないかとのことです。戦端を開く前に彼女をユールモアへ送還したい、そう考えたとすれば、簡単に引き下がったのも納得です。ランジート将軍といえばミンフィリアたちの指南役としても有名ですしね。そうか、あなたはまずこちら博物陳列館のモーレンを訪ね、聞いてみるといい。アルフィノとアリゼにも同行を頼めるだろうか。何せ込み入った事情だ。
二人からも補足をしてほしい。了解。と言っても私もまだ彼女のことは理解しきれてないんだけどね。私はその間に事の真相を調べておこう。それから今後の対策も。